はい、どうも劇団昇段です。劇団昇段のりゆみです。夏目くみおです。SP 水曜劇場をご覧の皆さん、少しだけお時間いただきまして、次回公演の告知の方などさせていただきたいと思います。では、告知の方をりゆみの方から、行きたいと思いますのでよろしくお願いします。いつもの無茶ぶりでね。はい、はい、来たる5月の18、19土曜日と日曜日にですね、まあいつものごとくですけども、1日3ステージ、次も一人芝居をすることになっております。ウィンドミルバレー最後の3日間、こっちはヒストリアノンバドーションということで2本立ての一人芝居になっております。で、まあ片方は去年の年末にさせてもらった再演なんですけども、あのすごい、再演の希望の声をいただいたので、じゃあちょっともう一回見たい人も、まあ見逃した人も見れるようにということで、6ステージあるうちの2ステージだけ再演させていただくことになってます。で、残りの4ステージはもうがっつりがっつりがっつりの一人芝居、新しいのが入ってますので、ぜひぜひ2本とも見てもらえたら嬉しいな。アシュガルドサーガという企画のタイトルついてるんですけれども、世界観が同じです。ウィンドミルバレー最後の3日間というお芝居は、アシュガルド山脈というものを挟んで南側の国のお話で、リストリアの魔導書というのはアシュガルド山脈を挟んで北側の国のお話ということで、日本見ていただけるとより楽しめるという構造になって、アコギな構造になっております。1本だけでももちろん盛大に楽しんでいただけるので、よろしければ日本とも見てください。はい、ぜひぜひ。もうね、ありがたいことに完売の、日時も出始めてきてますので、早めに予約してもらえると私たちのテンションが上がりますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、頑張れ。頑張れ。